会が遠征来てくれて、はいはい、平原さんという初参加の、失礼しました、完全に喋っちゃダメなところで喋りましたさあ今日も始めていきましょう、バーサス東海戦。今日は、7対7という、まあ、攻撃前なんで少ない人数なんですが盛り上がっていきましょう。さあ先鋒戦、ワンピー側、これがタルマインのエレナですね、はい、タルマインのエレナは、まあ、先週オルマさんが来てくれた時にいなかったと。ああそうですね、ということなんですけども、まあ、同居にあるのがちょっと恥ずかしかったですかね、やはりでも最近、まあ、ううタルバインさん相当東西戦活躍してますからね。そうですね、まあ、今日もそういうノリでね行ってほしいと思うんですけども、はい、まあ、ただねこの 2P 先方平吉なんですよね。おーこれは、まあ、この平吉誠、まあ普段マグナム岡田とやり込んでるということで、あーなるほど、はい、地元にエレナいますからね、エレナ戦は相当やってると、まあ、あと、まあ、この平吉、まあ実はね最近ちょっといろいろ活躍してるんですよ。そうなんですか。はい、言えませんがね、まあこれはちょっとあの都合上言えませんがいろいろ活躍してますまあよくわかんないんで、はい、あえて聞きませんけど、まあそれはね今後の動画に期待してもらうということで、はい、どうかアラスカが通らない、先ほどそうですね、スカショイルがミスってしまったということで平吉が先制しているこの、そして第2ラウンド、これタルマイン優勢だが、コッパンチェスの選手レプレーを出して進んでますから、投げてタルマインが取り返している、取り返して立ち退け、そして剣、大剣でしたね、大剣に2回から、あっこれはプロラセ低抽選、これは大変な、しゃがみくらい、ちょっと絶望的な体力差か、ジャンプ台形、壊し投げ投げ返して平吉が前方戦を制していく。鹿児島って全然あれですね。ここで出てきたのは本日遠征で登場している鹿児島勢の平原チンリ、色を見ているといきなりリスペクトなのか、それとも九州、同じ九州勢のマッチョバナナをリスペクトなのか、それは分かりませんが、さあチンリであることは間違いない。そして強化なこのチンリ、まあ森田さん、普段、はい、まあ、チンリーはいるんですけども、まあ、上下差が激しいということで、まあ、何が激しい、実力の上下差が結構激しいんで、はい、チンリーあるうちの当選者に出ている方は、うん、ですので、まあ、なかなかいい、ね、バランス取るがチンリーがなかなかないんですけども、まあ、そこはちょっとこの平原さんに期待していきたいなと思って、そうですね、はい、スーパークラスター、この入ります積極的に敵地はジャンプを使って、そしてカラクサが入って、これはスタンチが変わっていますね。ジャンプ台形を引き刺してラウンドを取り返していく、まあ、立ち回りは当然かなりチュンリーがね有利なんですけど、そうですね、小技がやはりチュンリーかなり誠に、まあ、でもちょっとスタンチが蓄積して端が見えるところでカラクサ入るともうそうですね、それで終わっちゃうっていうようなね、結構、まあ、飛びは通せない、そして唐草はもらうわけにはいかない、そういうカードではないでしょうか、まあ、お互いに難しい組み合わせですよねこれは。そうですね、まあチュンリー側としては乗られたくないし、はい、まあ、近寄られたくもない、それをうまく中間距離にさばいていくのが誠戦、まあ、誠がなんとかチュンリーに対して、まあ、無理をしてというか、まあ、難しいことをして近づかなければ、クロスレンジに入らなければ大きいダメージを奪うことはできない。出し投げ決まって EX スティングワードの対処理が、おっと、打ち合わせですね、これは死んでいる、これはいいタイミングでの中和衝撃、さあ平原さんが勝って伊藤さんですね、ゾットのユリアン対平原チンリ、すいませんね、たびたび喋っちゃダメなところで、ジュピターは出るのか、平原チンリ、さあフォルストの原曲をもとに作った歌です、平原綾香ジュピター、勝てば聞けるんでしょうか、あジュピターって平原綾香のこと言ってるね、はい、ね、ジュピタージュピターって何言ってるのか思ったんですけど、打撃を積極的に使っているが、チアシー包容性も使って、これはこれはゾッとしっかりガードしている、立ち上げからエイジスタックル挟み込んで、さあ平原どうする、立ち上げこれ入ります、しかし現状況が非常に今は悪いか、タッ
作りはしないで脱出しやすいですね、これは。さあ、2P が拍手が巻き起こる。まあ、キャラとしてはだいぶチュンリーが有利なはずのカードなんですが、キャラ体をしっかり積んでいないと全然食われてしまうこのカード、まあ、かなりあのチュンリーの中でもそんなに適当にやってもね、難しいですよね、これ多分チュンリーが突き詰めればかなりチュンリー有利を発揮できるカードがあるんですけども、まあそうですね、今バナを64と言ってましたけど、それぐらい今チュンリー側も難しいカードということで、まあ、しかし九州はユリアン大国と言われるほどそういう県ですので、まあ、ウシユリアン、ミヒルユリアンといるんですが、まあ、ここでチュンリーがユリアンにやられてしまって、アクションゲームですよね。ウエソニックを中足でかわして、北ソニックをリープでかわすみたいな。はい、こういう楽しいものリング。ドットのユニアに対して、シンゴのリングが、ただ今出ていく。ワンピーチームはすでに3人で。そして、ツーピーチームはこれが2人目、ドットのユニア。シンゴがユニアでね、ダウン取っていく。まあ、ただね、ユニアメニなんですけども、はい。まあ、そんなにいけなくない、ベニーがいけなくないカードの一つです。そんな感じに見えますね。はい。はい、ゲーム中はね、かなり、まあ、うまく戦っているというか、まあ、かなりユリアンとは、うまくやり込んでいます。まあ、これ、ユリアンがかなり、近づくのしんどそうに見えるんですけど、どうなんですかね。そうですね。まあ、まあ、ソニックはかなりめんどくさいですね、やっぱり。ですよね。はい。さあ1ラウンド目先制しているのは レニーを使っているシーマン。さあ対するゾッタ、ここで壁張って立ち上げタックル、大パンダウンを取って、もう1枚これはさすがに張っていく。おっと、ちょこ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 ヒットして、これはウエスティアからの手前張りのエイブス、しっかり張って、まあ2枚ここは使ってでも殺すべきですね。ですね、はい。まあ、やはり一回近づくのがめんどくさいカードなんで、まあ、しっかりね、一回近づいた時に確実に殺すということで、DX ソニック、ソニックをばらまいて近づけさせない。そしてルグレ、まあ、このルグレのタイミングもかなり重要にはなってくるでしょう。さあ、やればさあ、なんとかして近づきたいぞ。トニーレアはここで投げよう成功させて近づいてはいったんですが、投げてこれは食い込んでしまうと確定ですね。おっと、これは今のはそんなに張りたかったところなんですけど、これ無理をしてしまった。マイロが投げて跳ね返って、まだ体力残っている。 EX ソニック打つがジャンプ大 K 入ってちょっと勝利。森田さん、人数がはいはい、フーバーダックさんの、はい、チュンリーです。はい、フーバーダックチュンリー、フーバーダックチュンリー、フーバーダックさん2ピンということで、チュンリーこっちです。さあ、フーバーダックが 2P、 森川が、1P に加入ということで、まあ、1人増えて、8対8ということで、はい。フーバーダックさんはちなみにどこから今日は。アメリカのテキサス。さあ、テキサスからはるばるお越しいただきました。さあ、もちろん好きな俳優はクリント・イーストウッドということで、さあ、これはこのがイリア倒していきたいが、さあ、フーバーダックを温存して、ここはまあなんとかスーピーチューの花を添えたい。投げてコロがリードしている EX21。 さあ、森田さん、このまあオロタユリアンなんですが、はい、まあ、もちろんこれ、まあ、選択している SA はヤギョ玉なんですけども、ヤギョ玉でもはめられますし、はい、まあ、天狗石でもめぐりではまってしまうという。そうですね。まあ、ただヘッドの終わりということで、バナオさん的にはこれはキャラ差はどうなんでしょうか。バナオさん的にはまあさっき、まあ、ただね、これね、ちょっと嘘なんじゃないですかね。
さっきでもオロ使って、はい、あのどなたのエイリアンか忘れましたけど切れてましたよ完全に。バノンさん、まあ、さすがにバノンさんのオロなんで、ね、タックル、ガロシュ。さあ1ラウンドずつ取り合ってこれが大事な最初ラウンド EX リシリン大事よ。ニチリン、ニチリンと投げていく。しかしドットコンは非常に我慢強く距離を離しているコロに対して無理はしない。ゲージを貯めていく、まあ、ゲージを貯める作業を簡単に許すということは離れた時に画面化してファウルチなどかなり痛い思いをするんですが、まあ、ここは1枚ゾットが使っていったということで、ニチリン。さあそして EX ゲージがなくなっちまったコロ、まあ、コロは自分の中でのキャラ体というものを、まあ、作っている男なんで、まあ、結構不規則な動きをするというか、まあ、なかなか自由奔放なプレーをするオーロラですが、あっとこの2枚でちょっときついか、前出しでかわしているが、しかし中足、勝ち上げ潰していく、中継、日輪に刺さってコロが勝利、しのぎましたね。ここは結構大事なところでしたからね。最近第2戦の方にも、さあ第2戦の方にも最近顔を出していると思う、はい、確実に段位が上がってきてるん で、ね、やはりチェミの強さというのもあるんでしょうが、まあしっかり実力を、まあ、日々進歩しているということで、はいはい、まあ、コロも毎週ライン戦には参加している。まあこのライン戦でも顔を合わせることがあるかもしれません。この2人 EX オニヤマ、まあただねコロも言っていたんですが、やはりチェミはかなり辛いということで投げて、まあ、ただね初見の頃もなかなかプレイヤー相手するプレイヤーは多分きついと思うんで、まあ、ここコロは頑張っていってほしいところなんですが、ニチリン、ニチリン投げて、ニチリン3回目 EX これは踏みつけていってラウンド先制しているのはコロのロ。投げて壊し台警報抑線攻なくなっちまう。中継からの二折り、画面端、逆に追い込んで、スーパー当たって、ヤギョダマ立ち投げ、立ち投げ2発、3発目は空振っているが、ここはしっかりコンボ入れて、コロが2連勝。さあ、あさって攻撃ということで、感染という意味合いもあるんでしょうが、サード勢、このフーバーバックのチュンリー。アメリカ、テキサスから投げ込んできました。もちろん持っている拳銃はリボルバ式だが、さあアメリカンドリーム見せてくれるのか。フーバラック中足、中足拾っている、中足をよくしっかり決めて大軽度追い打ち。もうこれ潰れていない。大盤スタンチが溜まっているが想像する、まあ、フーバーラックとしては森川さんチュンリーなので、ここはしっかりコロを殺していきたいところなんですが、しやしやし、そしてニチリン、これはヒットしている。ラウンド先制したのはコロ。ニチリン、まあ、果たしてテキサスにオロはいるのかという。そうですね、炸裂、これはしっかり当てる。分からなければね。おー、しかしニチリンに放浴戦、まあ、外人というのは素手から反応がいい、まあ、そういう傾向にありますが、おっと大パンが裏回り出て、コロが裏回ったという表現は正しいんでしょうか。ニオリキスタンシが黙っているが、どうするコロ。ここは一回距離を離していく。これフーバラック倒しなんだよね。無理はしない。拾って放浴戦のゲージも食べている。ここは放浴戦取っている。コロどうする、取れるか、取れないコロ。スーピー側拍手が沸き起こっている。そしてシーバが大爆笑。 EX ニチニを打ってから大パン、中パン、大しゃがみ大パンからのヤヨ玉、もう一個ヤヨ玉出して、これはディープガードしている。投げて、さあまだまだこれはわからない。投げてハケ、さあゲージを貯めたいフーバラック。さあしかしこれはもう十分溜まっているか。ニオリギンしっかり決まっている。さあどうする、後ろに一回消えて、さあニチリンを打っていくのか。コロ
ゲージは溜まっている。生では日銀を打てない。おっと、風呂から小パン変則的なジャンプだが、これはしっかりしのいでいる。おっと、飛んだところに中足が誘って、対空中足、ヒットでコロが勝利。3連勝。さあ出てきたのは太平イリアン。まあこの男こそ日々進化している、進歩しているイリアンの一人でしょう。まあ毎週木曜配信来てくれて、まあ相当実績も残し始めているこの太平イリアン。まあコロに対してどういう動きを見せていくのか。ライバン、まあ太平は行徳にも足腰に通っているということで相当やる気勢ですね。大会にもしっかり出ている、はい、やる気勢。大パン、さあやはり太平がリズムに乗ってるか。まあ今コメントにも出ていますが、フーバーダックさんは後でロジアの方でしっかりやってもらいましょう。リープ勝ち上げタックル。大パン、まだゲージは溜まっていない。中足ウエスヤコラ投げている。ここのチャンスを逃したくない頃だが、中継EX ミッチにコロナ何かのきっかけするか。ダイパンガードしている。冷静ですね。そうですね、中盤は基本的にかなり、まあ、見えにくいキャラなんで、イリアンは。まあ、オロのダイパンは縦フレームと言われていますが、まあ、イリアンだとかなりきついはずです。はい、ガードしている。サイドキックジャンプ台系スヒアイギズ、これはもうお前死ねと、そういうことですよね。は 2P チームは富永、国、太平、そして黒田。さあ黒田までいけるのか。とりあえずそこが焦点となってきますが、残っているのは今アツシが出ていて、バナオトクラ、森川が 1P チーム、そして 2P チームは富永、国、今やっている太平、そして黒田。なんとか黒田のオロまでたどり着きたい 1P チーム。さあここでアッチが踏ん張れるかどうか、かなり鍵になるが、上の上張りエースからタックル。さあこれはうまくアッチがしのいでいる。出し投げ、そしてユニア戦を得意としているアッチ。ここはしっかりユニアを殺していってほしいところだが、キャラ的にはそんなに勝っていないカードです。スフィアエイジス、これをカスミスだけで消していく。さあ焦ってはいけないカードだが、サイディング、中継、ツーミュージ、サイズキック回し方が非常にない。これは完全に太みという感じですね。そうですね、あれで消えるんですね。そうですね、今のはまあ男性が、霞で、はい、男性が高いんで多いんで消えます。 EX 昇竜ターゲット、テリブルが食らってしまう。バックジャンプ EX 少ない。毎週券しっかりガードしていますね。ジャンプ台系単発はそのダメージが重いということを大変はよく分かっている。ここエイジ1枚使って、スフィア毎中継をしっかりガードしている。この太平イリアン、そしてゲージが1枚溜まる。あっち側はカスミスタークのゲージが1本溜まっている状態。さあしかしオレンジまでゲージがいっている。太平はまだ半分以上残っている体力が。ここはカスミスタークしっかりヒットさせて、まあ大事にこれはあっちは取っていきたい。投げて、ここで焦らずに、おっと、EX タックル、ヒット、しっかりガードしているが、スフィアエイジェス、これがきつい。太平が勝利、2連勝みたいに、あのゲーム、外でもやらないといけない人は来てる。さあ、登場しました、バーサス、さやか、森川、対太平イリアン。これはバナオさん、あの前回とんでもない森川のミスで。いや、前回は、森川は、バックジャンプ台系や垂直ジャンプ台系に化けて勝ったやつです。前々回は、メッソスゴーハロを打ったら飛ばれていて、大変のピックオペだった。森川のゲームのうまさが出たやつだよね。あー、すごいですね。カペース、響きを使いたいところですが、ここは豪気を選択せざるを得ないサード。森川の豪気対太平イリアン。まあ、しかしながら前回はそのしっかりユリアンを倒しているということで、森川もユリアン戦増えて倒していないはず。 EX タックル、スフィアイジサティック、前張りテレビからしている。
中足ヒットで森川1ラウンド失って、大事な1ラウンドが大変に入っている。ザク、しかし、さあ森川は使い抜きたい。ザクヒットさせて、投げ、投げて、打って変わってこの2ラウンドでは森川ベースで試合が進んでいるが、対空熱殺5波動、これはセンターヒット。ザク、おっと、コパン、これは使って、まあ、投げという選択肢は間に合わず、ズラッとできなかったが、状況は戻っている。波動拳、しっかり地上戦を選ぶ森川。投げて、中盤、中足。ライター刺さっているが、この波動拳、おいしい相手を取っているか。ザンク、ブローして中足。1ラウンド取り返す森川。大事なファイナルラウンド、そしてここが大事になってくるでしょう。森川はしっかりワンピン側としては勝っていってほしい。あっと途中から下っているが、立ち上げカバーして、うさんくさして特によかったね。そうですね。あっと苦しい、投げられてしまう。アシラは入っていない。ガクアキバのスイッチは下先投げて、冷静な森川、大パン強気にいった。あ、どけ、ゲージをどこで使っていくか。おっと、投げられている。しかしこれはアシラを警戒したところに空振、強気で阻止。バックバックバックジャンプバック、サトルギーラシェルは大変だが、ここで冷静は逆転。しかしマジだ、お前マジうまいわ。これモニカはマジでうまい、半端じゃない。だってメスタスでいいもん、これ手で口を覆って大喜びよ。はい、すいませんでした。じゃあこれワンピー側が、ま、そうですね、はい、バカじゃない、何してるんだっけ。はい、ワンピー側、トムラユリアンさっきゼロオープンしたな。何ゼロオープンってさっきユリアン、はい、今後重ねて終わりじゃんね。なんで重ねなかったの。いや、重ねたつもりだったんですけど、うん、バックラッシュ2回されてたよ。うわ、トクラあれ、あ、トクラが取ってる、トクラが1本目を取ってますね。これ絶対呼び合いよりだよですよね、うん、だって足長いもん。まあ、せいだったら、あ、でもせいでも結局触るのが悪いからな。確かに。さあ 2P 側がそうだね、森川さん。また今日も勝ち方を出ました。はい、 1P 側とくら 2P が9人。ああ、自分トイレ行ってきました。はい、行ってらっしゃい。さあ、投げに中足、しかし腰 EX トローで前方転身が出ないが、裏回って大パンからトローダンス。さあ EX トロー、しかし国のエセは電磁波動ワンチャンで持っていってしまうが、これは投げが入ってトクラが1ラウンド目。竜巻入って、波動電陣、これはぶられない。しかしスタンチは若干残って、イエクソロで市販へ逃げて、スタンチ回復にはいかない。危ないように見えるが、ここで逆にピオラセルトクラ、さあトクラバナ、トクラバナをですね、さあトクラ対富永、まあ、これはバカ対バカの対決ですから、どっちが先にバカを引くかってだけだよね。なんだけどやっぱ富永は3回ぐらいバカ引いてもいけるけど、こうやってトクラ1回バカ引いてもいける、まあ、1回で終わっちゃうのがね。そうそうそう、だからさ、まあ、2.5 倍ぐらい富永はバカでも富永勝つっていう試合だよな。
でもね、なんか富永さんの偉いところっていうのは、はい、ああいうところを昔からなんか大パンで終わらせてたんだけど、中盤ジェストのゲージ溜まれよとか言うとちゃんとやるしっかり言われたことをやれるのは偉いよね。本当に富永さんそうですよね、うん、なんか誰かにアドバイスされるとちゃんとそれをやるのは早いと思いますよね。だけど俺も7つ上ですから危ない危ないが、これはきっちり中継のハイジャンプキャンセル、これは辛くさが入らない。足を取って土佐が入らない位置キープしてトークラ取り返す。全部読めていた。あそこでねえ、ちょっと前行かなくていいような気もするんですが、あまあ名将様のやることなんで。なんかさ、さっきのところがトークラ解放で裏行ったじゃん。あれはいいんじゃないですか。なんだけど、別になんか予防考えてみるとさ、まあね、恥背負ってる誠に攻めると1回で締めるけど、自分恥じっても2回で締めるんだ。確かに確かに違うけど、なんかあこれは重ねをミスったか、徳良、これは痛恨。バカ対バカでしたね。さあ、出てくるのはバナオ大将対する富永副将。しかしバナオは、まあ、ノジアイの勝率見る限りでは全然この2立てあるという。7、3、8、2、まあ、8にはいかないかもしれないですけど、まあ、一番調子いい時は8にですけど、おーあっとこれはゲージは足りないですね。さあ、ロデンジン、これはさあバナオの方向が、富永さんがやべえっつってすかさずワンピンがあるバナオがバカっつって本当に、はい、どうしようもないですね。これは下に出た詳しい恐ろしい投げてこれは大キャラクターだった。パスナックからのデンデンデンピオリカリックしているが中足エクサスマキしっかりバラオは富永を殺す。汚い叫び声がしますね。決勝も笑ってましたからね、はい、今日の。さあ前回使っていたタナトスカラーでマクレバが登場投げて、さあバラオ頑張ってほしい。対処戦さあここは盛り上げていきたいが黒田投げて、さあバナオどうする、投げ上げラプチル田崎中盤昇竜拳、これは SGGK になっている。大拳 SGGK しっかりしてグラップバックジャンプ、さあバナオは冷静に立ち回っている。真空波動ですね富永さん、できるバナオは SA が真空波動拳です。はい、ユキセミシリン、これを後ろから飛んでこない。しかし、立ちなくパナシーク立ち台系を刺して、まあこういうのはしっかりしているけど、うえな。ゲージのためにくるな。ブロブロからやり合って走って投げてヤギョー玉発動していく。進化時計、うわマジか、いるというよりかは真空波動拳にこれに消えちまったか、なんか当たったんすかね。当たりましたね。めくりこれをしっかり投げにつなげて一輪走らせない、下でのダッシュ、下でのこれは中退に加減しろと対して大パンすかさず中足進化波動。バナオがここのラウンドは取りたいが投げてヤギョダマキープが当たってコンボがしっかり決まって、ヤギョー玉勝ったのは 2B チーム。やった。それでは森川さん全員分のジュースをお願いします。それでは森川さんは全員分のジュースを、はい、お願いします。森兄のせいなんですか。森兄のせい、ごちそうさまです。ジュース混合ということで、ジュースからの混合コクレスさん、非常に見事でした。